いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。合成麻薬 MDMA を所持していたとして逮捕された女優沢尻エリカ容疑者、取り調べには素直に応じているとのことです。記事は夕刊フジからの引用。警視庁は沢尻容疑者の入手ルートの解明を急ぐとともに携帯電話なども押収しており、今後捜査の対象を交友関係にまで広げることを視野に入れている。沢尻を中心とする女優たちの集まりは沢尻会と呼ばれています。もともとの沢尻会と復帰以降の新沢尻会があると見られていますが、たとえ白であれ身辺捜査をされることになるでしょうと芸能関係者。沢尻容疑者は15日夜に東京渋谷のクラブを訪れた翌日に逮捕されている。 MDMA がパーティードラッグとも言われ、クラブが取引場所になることもあり、こうしたクラブに出入りする関係者へも捜査を広げる構えだ。沢尻が逮捕された前の週にも金融トレーダーの男が同じクラブを出たところで麻薬取締法違反容疑で逮捕されています。電気グルーヴのピエール・タキラも出入りしていました。このクラブがある周辺地域は広域暴力団の島ということもあって、比較的簡単に違法薬物が手に入ると言われています。と話すのは裏事情に詳しい週刊誌記者。ベテランお笑い芸人 A はこのクラブを出たところで怪しげな外国人に A さん今日はいいのが入ってるよと声をかけられていました。 A は罰が悪そうな顔をしていましたが、沢尻も出入りしていた別のイベントでは女優 B がトランス状態で踊っているのが目撃されています。彼女も当局からマークされているそうです。とも、この他セクシーな大物女優 C や、若手演技派俳優 D も捜査線上に浮かんでいるということですけれども、お笑い芸人 A とかですね、女優 B、 大物女優 C とかですね、若手演技派俳優 D ってね、このもうイニシャルばかりで誰が誰だか分かりませんけれども、まあ当の本人たちはですね、この沢尻エリカ容疑者逮捕ということで、戦々恐々としているかもしれませんね。沢尻会ってね、そういうのがあるんですね。で、検索してみると画像が出てきて、もうこれがみんな綺麗でいいなと思うんですけれどもね、この中に薬物を使用している人がいるかもしれないということですね。実際沢尻さん周辺で逮捕が近いとささやかれているのは30代、女優の K さんと M さんというね、人物がいるということです。沢尻容疑者から芋づる式に逮捕者が出てくる可能性が高そうですが、今後の動向に注目していきたいと思います。今回の話題はいかがでしたか？ご意見ご感想コメント欄よりいただけると嬉しいです。動画に対するグッドバッド評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴くださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。それでは。